アルファタウリ F1 の CEO、ピーター・バイエルは、チームの進歩に向けて、英国のミルトン・キーンズに、新しい施設を拡張する計画が非常に重要であると強調した。これは、特に、人材の採用が、その主要な理由であると述べている。イタリアのファエンツァ本社で、主に活動しているアルファタウリですが、長らく、空力部門は、ビスターにあった。バイエルによれば、ビスターの施設は手狭になってきており、 新しいミルトン・キーンズ・パフォーマンスセンターが必要になってきたとのことだ。また、英国での拠点拡大は、魅力的な雇用主となる必要性にも起因している。特に、英国の労働力が F1 関連で重要であることを考慮し、人材の確保と引き付けが課題であると説明している。この計画の一環として、アルファ・タウリは、レッドブルの本拠地であるミルトン・キーンズに風土部門を移動させる予定だ。これにより、 風洞作業やシミュレーター作業がより効率的に行え、チームのエンジニアたちにとって、作業が容易になると期待されている。バイエルは、英国が F1 において主要な拠点であり、優れた人材を引きつけるために拠点を拡大する意義を強調した。彼は、イギリスには、多くの優れた航空力学者やデザイナーがおり、これにより、新たな人材を採用しやすくなると述べている。この拡張により、アルファタウリは、今後の成長に備え、 英国との強化された関係を築くことが期待されている。